こんにちは、MB です。さあ、今日はですね、ユニクロ研究家としての肩書きもある私なんですけれども、ユニクロに関する素朴な疑問について今日は解説していこうと思っております。例えば、ユニクロの品質って近年落ちてる気がするんだけど、本当のところどうなのっていうところだったり、ユニクロって YouTube 見るとレビューしてる人めちゃくちゃ多いけど、やっぱりユニクロはインフルエンサーにお金をめちゃくちゃ配ってるんじゃないの？とか、プラス J とかユニクロU とか JW アンダーソンとかデザイナーズコラボたくさんやってるけど、デザイナーのブランド側からしたら安くユニクロで出されちゃうとイメージが毀損されることになるんじゃないの、なんでやってるの、などなど、こうした疑問に対してですね、明確かつ論理的に回答していこうと思います。ぜひ最後までご覧になってみてください。その前に、私毎週日曜日 MB アイテムストア、自分のオリジナルブランドですね、 MB アイテムストアで自分のオリジナルブランドのアイテムを必ず発売しております。日曜の毎週日曜日の夜9時からですね。興味がある人はぜひ概要欄の MB アイテムストアのリンク踏んでみてください。見てもらえるだけでもとっても嬉しいです。よろしくお願いします。ちなみに今日の背景は別に気にしないでください。さあ行ってみましょう。近年ユニクロの品質が落ちてるって聞いたけど本当？こういう疑問を持ってる方たくさんいらっしゃると思いますし、実際 SNS とかを見てみると、まあ、最近のユニクロすぐダメになるとか、生地が薄くなった気がするとか、一回洗ったら風合いが変わっちゃったみたいな書き込みも、まあ割と散見されてるような状況で、僕の周り、まあアパレルの関係者じゃない友達とかは、ユニクロ最近ちょっと質悪くないとか、すぐダメになるイメージが出ちゃったとか、まあ、結構僕も身の回りで聞くことではあるんですね。多分これ見てらっしゃる方々も、ユニクロ10年前とかと比べると随分ちょっと質が落ちてるんじゃないかな、すぐダメになっちゃうよなみたいなことを感じてらっしゃる方多いんじゃないかなというふうに思います。で、実際僕としてはどうかっていうと、正直ですね、確かに耐久性は下がってるっていうふうに思うんですね。僕自身もそういうふうに思います。ただ質が落ちたかどうかって言われると、これちょっと話変わってくると思うんですよね。で、耐久性が落ちてるにもかかわらず質が落ちてるかどうか、ちょっとそうは言えないって、何言ってんだこいつって思うかもしれないんですけど、質っていうのは、生地の質っていうのは別に耐久性と紐づいてるわけじゃないんですよ。ちょっとちゃんと丁寧に説明すると、ユニクロの耐久性は僕が知る限り確かに落ちてると思います。10年前とか20年前のユニクロ、まあ僕も20年前からユニクロもちろん全然着てましたね。高校生ぐらいの時に初めてユニクロ買ったんですけど、今僕41だから、高校生ぐらいだと23、4年前ぐらいだと思いますけど、23、4年前ぐらいからユニクロ着始めていて、一番最初にフードのパーカー買ったんですけれども、その時から比べても確かに耐久性は下がってるなっていうのは僕も体感してますし、おそらく事実だと思います。これから説明する内容聞いてもらえば分かると思うけど、おそらく事実だと思うんですね。じゃあユニクロは、ね、近年原材料の高騰とか、その運送コスト、まあオイルの値段が上がって運送コストが高くなってとか、あとは為替の状況もあって値上がりがどうしてもしょうがなくなってる場合によっては、ユニクロの品番によっては今までの倍ぐらいの値段になっちゃってるぐらい値上げ著しいユニクロなんですけど、値上げをしてかつ品質まで落としてるのかっていう風に思う人がいてもおかしくないんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと話を正しく伝えたいなと思ってるのが、先ほども言った通りですけど、質の高さと耐久性の高さってのは別にイコールじゃないんですね。生地においてね。生地においてですよ、あくまで。ユニクロの素材が落ちてるとか、生地の品質が落ちてるっておっしゃる方すごくたくさんいるんですけど、確かにそう感じると思うんですね。耐久性が下がってるからね。でも、生地の質っていうのは別に耐久性が高いことじゃないんですね。こういう話をするとすぐ分かってもらえると思うんだけど、例えば、いい生地として分かりやすいのが、カシミアとか、シルクとか、ウールとかね、リネンとか、こういった素材と、じゃあ安い素材ってどんなものかっていうと、分厚い、ジーンズみたいな分厚いコットンとか、ポリエステルとか、ナイロンとかの合成繊維ですね。で、これらって、高いポリエステルとか高いナイロンももちろんたくさんあるんだけど、まあ一般的なイメージとしては多分安いと思うんですよね。で、ウールとかリネンとか、カシミアとか、これ一般的に高いと思う。これどっちが高くて安いかっていうの明確じゃないですか。今僕が挙げたウール、リネンとかカシミアとかの方が高いでしょ。でも耐久性どっちが高いかって言われると、安い生地の方が耐久性当然高いイメージありません？カシミアって普通洗えないですよね。ウールもなかなか、まあ洗えるウールももちろんあるけど、なかなか洗えないですよね。リネンってね、ちょっとするとシワ入っちゃいますよね。シルクってもちろん水通しできないし、簡単に風合い損なわれちゃうし、そもそも生地感も薄いから華奢ですよね。脆いですよね。って考えるとですね、実は
は日本人はなぜか高いものは耐久性が高いっていう風に考えてるんだけど、それは明らかに間違いです。まあ、洋服っていうのはもともとヨーロッパの文化ですから、ヨーロッパに答えがあるんだけど、ヨーロッパの人たちもちろん高い服を長く持たせるっていう観念はあるんだけど、生地のレベルで言ったら高い生地っていうのは基本的には脆いんですよ。耐久性が低いんです。安いごっついコットンの生地とか、もうチープなポリエステルの生地とかの方が、水に濡れようが何しようがぐちゃぐちゃに置こうが全然風合い変わらないし、タフでずっと使えるってものが圧倒的に多いのは言われてみれば納得だと思うんですね。だからいい生地っていうのは基本的には耐久性が低いということは、やっぱり贅沢品なんですよ。もともとヨーロッパの考え方から言うと、いい生地を着る人っていうのは別に耐久性を求めてない、つまり貴族階級とか上流階級の人たちが別に洗って大事にケアするっていうことを考えてないから、高くて脆い生地っていうものがあるわけね。シルクだったりとかウールだったりとか、別にダメになってもまあいいじゃんっていう感じの人が着る生地、もしくはそういったものの生地の扱い方を知ってる、リテラシーを持ってる人が着る生地なんです。だからすごくお金を持ってる人が使う生地か、もしくはものすごくお洋服が好きな人が着る生地というふうなものなんですね。だから高い生地っていうのは基本的に脆い。もうこれはもう本当大原則です。スーツで例えればすごくよくわかるんですけど、安いスーツって、まあ、例えばイオンモールで売ってる7000円ぐらいのスーツって、もう何やっても全然風合い変わらなくて超タフだけど、10万円で買ったオーダースーツだったりとか、すごい細いスーパー原料のスーパー120とか 130S とかのすごくこう細くて華奢なウールを使った美しい光沢感のあるウールスーツっていうのは、しっかりクリーニングに出したりとかしっかりケアしてあげないと簡単にテカるし簡単に破れるんですよ。ここから分かる通りですね、質の高い生地っていうのは基本的に耐久性が低いんですね。日本人はなぜか勘違いしてるけど、質が高いと耐久性も高いだろ、そうじゃないんです。まあかけたお金の分だけ長持ちさせようと思って大事に使って長持ちするっていうことはもちろん結果論としてはあるけれど、基本的に素材っていう要件のもとにおいては、お金がかかったら逆に耐久性は劣るって考えた方が正しい。で、ユニクロって実際この10年20年でどういうことやってきたかっていうと、普通のブランドが絶対に手を出せないようなウールだったりとか、カシミヤだったりとか、リネンだったりとか、セルビッチのデニムだったりとか、まあそういった高級素材に果敢にチャレンジして値段を下げて提供してきたっていう背景があるわけ。で、そういう普段はもう本当にカシミヤって10年前20年前から服を追っかけてる人だったらわかると思うけど、カシミヤって20年前こんなに一般的じゃなかったですよ。普通に着ることができる素材じゃなかったです。全く違います。カシミヤなんて手が届かない素材でした。それが今はニット作っても1万円以内で買えちゃう。これはもう本当にユニクロのおかげだし、まあ無印とかも頑張ってると思うけど、ファストファッションのおかげだと思います。まあいい面も悪い面ももちろんあると思うんですけれども、だからその高級素材、一般にはもう手が届くことができないような高級素材をもう本当に普通に買えるようにっていうことで、高級素材を頑張っていろんな人に届けるっていう苦労をしたからこそ、耐久性がその反面下がっちゃってるっていうのがあると思う。もちろんこの話っていうのは、だからユニクロの耐久性が下がってるのは仕方ないじゃないですかっていう、お前が生地のこと知らないだけじゃないですかって言いたいわけじゃないんですよ、もちろん。で、ユニクロ側も当然それ分かってるから、生地の良し悪しみたいなことを打ち出したとしても、まあやっぱりその耐久性っていうところで人々は見るわけだから、そこをなんとか頑張んなきゃいけないと思って、ウールにしても、まあ何回洗っても毛玉になりにくいウールですよとか、これ実は水通しできますよとか、いろんなこと頑張ってるので、質の高さと耐久性の高さっていうものを高い水準で頑張って成り立たせるように、両立できるようにやってるのが今のユニクロだとは思うけど、それがまあやっぱりなかなか難しくて、まあ実際には10年前20年前と比べると耐久性はちょっと落ちちゃってるっていうのが現実かなというふうに思います。だからユニクロ最近質が落ちてるっていうのは正しい表現かって言われると僕は間違ってると思ってて、耐久性が落ちてるっていうのは確かに正しい。でも質が落ちてるかっていうとむしろ質が上がってる。だから正しい表現としては、最近のユニクロは質は上がってるけど耐久性は下がってるよね。これが極めて正しい表現じゃないかなというふうには思いますね。さあ続いていきましょう。プラス J やユニクロ U などのデザイナーズコラボってブランドイメージ落ちたりしないの？これ思ってる人結構いるんじゃないかなと思うんですよ。例えばプラス J とか一番わかりやすいんで話の例えにしますけど、ジルサンダーとユニクロのコラボレーション企画がプラス J で、あのジルサンダーが3000円で買えますみたいな、それでユニクロの店に行列ができたりとかあったと思うんですよ。2008年ぐらいですかね。2008年ぐらいから始まったコラボだと思いますけれども、一昨年ぐらいまでラストコレクションとしてやってましたけど、どう考えたってジルサンダーにメリットないと思いませんか？だってブランドの価値下げちゃうでしょ。いやいやいや
MV さんそう言うけど、あのユニクロでジルサンダーを知って、あ、こんなにいいものなんだ、じゃあ本家買ってみようって人もいるかもしれないじゃないですか。そのためにやってるんじゃないですかって思うかもしれないけど、価格差分かってますかって話じゃない。で、ジルサンダープラス J は、まあアウターにしたって9000円とか8000円とかで買えたり、まあ1万円超えるのもあったけど、まあせいぜい1万円前後でしょ、プラス J のアウターって。じゃあジルサンダーのアウターっていくらするか分かります？基本の価格20万超えですよ。ジルサンダーのアウターで今20万切る方が珍しいですね。30、40、場合によっては80万とかのものもありますから、ジルサンダーって業界内ではデザイナーズブランド界隈の中では最も高いぐらいの値付けになっているので、まあ、素材すごいこだわってるブランドですから、まあ、20万切る価格でアウター買おうと思うと相当選ばないと出てこないっていうのが正直なところ、まあ、平均的な価格だと多分30万ぐらいじゃないかなというふうに思います。僕も好きですけれども、ってことはね、そのユニクロで1万円前後で、あ、いいなと思って買った人が、よし、じゃあ本家のジルサンダーも買ってみようと思って1万円からいきなり30万にアップする人って一体どれぐらいいると思いますか？僕はほとんどいないと思いますよ。だからユニクロでやったからといって顧客を育てることには全く当てはまらないと思います。通常僕らのビジネスっていうのは、あの価格帯でターゲットっていうものがその見えてくるわけなんですけれども、1万円のアウターを買う層と30万円ぐらいのアウターを買う層っていうのは全く別の客層なので、これをステップアップとしてユニクロでまず知名度を上げてなんてことが通用するはずが絶対にないんですよ。だからあのユニクロでやることでジルサンダーにも美味しい面がある、ブランド買う人も増えるっていうのは全く間違った指摘だと思います。当然もちろんね、ユニクロにとってはメリットめちゃくちゃありますよね。だって高いブランド、高級ブランド、世界的なデザインが低価格で買えるんだから、そりゃユニクロにとってはメリット大きいと思うけど、じゃあジルサンダー側のメリットって一体どこにあるんですか？で、そんなブランドのイメージを毀損してまでそのユニクロの契約金ってそんなにでかいんですかって言われると、おそらくそうでもないと思うんですよね。よっぽどそのブランドのイメージ毀損の方がでかいと思うんですよ。ヨーロッパのブランドっていうのは今期売れる来期売れるとかよりもどれぐらいの期間続けられるかっていうことを最大限考えます。まあルイ・ヴィトンとか特にそうですけど、100年後も自分たちのブランドが続いてるかどうかっていうことをものすごく気にするんですけど、だからイメージの毀損ということに対して超慎重なんですけど、にもかかわらずユニクロと手を組んでるっていうのはどうもおかしいことに思えてならない。このからくりは一体どこにあるかって言われると、実はユニクロはブランドとコラボしてることっていうのは極めて少ないんですね。例えばプラス J も、あれ間違えてる人いっぱいいますけど、ブランドジルサンダーとユニクロのコラボなのではなくて、ジルサンダー本人とユニクロのコラボなわけですよ。ジルサンダー本人はブランドジルサンダーからとっくに離れちゃってるんですね。プラダグループにジルサンダー、ブランドジルサンダーを買収されて、そこでプラダグループと本人であるジルサンダーは喧嘩別れして、まあ、素材のことで喧嘩別れして、まあ、ジルサンダーさんは辞めちゃうんですね。で、今ジルサンダー、ブランドジルサンダーを運営しているディレクターは、まあメイヤー夫妻、ルーク・メイヤーとルーシー・メイヤーの、2人のデザイナーデュオがやってるんですね。だからジルサンダー本人はブランドジルサンダーとはっきり言って全く関係ない状態なんですよ。ユニクロ U もそうですね。エルメスのデザイナーを務めたクリストフル・メールとユニクロの協業ラインですから、別にエルメスとユニクロのコラボでもないし、もしくはクリストフルメールがやってるルメールとユニクロのコラボでもないんですよ。あくまでクリストフルメール本人とユニクロのコラボなんですね。そう、デザイナー本人なんですよ。 JW アンダーソンもそう。 JW アンダーソンは今をときめくスペインのロエベね、すごい人気ですけれども、ロエベのデザイナーだけど、ロエベとユニクロがコラボしてるわけじゃないの。ロエベのデザイナーである JW アンダーソンとユニクロがコラボしてるだけですから、ロエベのそのブランドには全く関係がないわけね。で、これは、その巧みにそのユニクロが交渉してるんじゃないかなというふうに推察できると思うんですけれども、ブランドジルサンダー側は当然ジルサンダーとユニクロのコラボって言われるのをものすごく嫌がってるはずなんですよ。でも、ジルサンダーっていう名前なんだからしょうがないじゃんっていうだけの話じゃないですか。途中でもしかしたらプラダグループからクレームが来たんじゃないかなって僕は思ったのが、前回のプラス J のコラボの時にジル点サンダーとのコラボってなってたんですよ。あれね、最初のコラボの時は点がなかったんですよね。だから人名であることを分かってもらうために表記を変えたんじゃないかなと思うのよね。プラダグループからクレーム来たんだろうなって僕は思ってるんですけど、正しいことは分かんないですけどね。で、JW アンダーソンだってロエベにとっては困ると思うけど、
けど、嫌だなって思ってると思うけど、でも JW アンダーソンとユニクロのコラボは別に関係ないわけじゃない。エルメスももしかしたら嫌だなと思ってるかもしれないけど、ルメールとユニクロのコラボは別にエルメスには全く関係ないわけでしょ。だからジルサンダーブランドとしてはちょっと苦々しい思いをして、もしかしたらしてるかもしれないけど、ジルサンダー本人からしたらそんなの全く関係ない。だからブランドのイメージ毀損にならない人を掴んでるわけよ。じゃあマルニのコラボはどうだったかって言われると、確かにマルニはブランドとユニクロのコラボだったんですけど、あれこそすごく慎重に商品展開考えられてるなと思っていて、マルニの一番の売れ線であるバッグはユニクロとのコラボでは実現しなかったし、あとは売れ線であるスタンダードなものよりも派手でアイコニックなその花柄のものとかを選んで、まあ、マルニファン、相当ディープなマルニファンじゃないと買わないみたいなグラフィックのものをわざわざユニクロコラボでやってたあたり、本家の売り上げだったりとかイメージ毀損になるべくならないように売れ筋なものとかは避けてコラボをするっていうことをやられてたように思えるんですね。なのでブランドとユニクロコラボの場合はですね、展開アイテムを極めて絞る傾向があって、でそうじゃない場合はデザイナー本人とコラボすることによってブランドのイメージ毀損を避けてるというふうに説明できると思います。まあだから正直コラボっていうのはかなりユニクロ側の営業力交渉力が難しい内容なんじゃないかなというふうに思ってます。何よりその例えばジルサンダーもそうだったんですけど、ブランドから離れてその一人になった時に契約が浮いてる状態の時を狙って交渉に行かなきゃいけないわけですから、結構ユニクロとしてはハードルが高いんじゃないかなと思うし、まあ、だから毎年同じ時期に必ずデザイナーズコラボをやるっていうことがなかなか実現できてないんだと思うんですよね。ユニクロって、まあ、コラボもっとやればいいのになって多分みんな思うでしょ。僕も思いますよ。例えば H&M とマルジェラ、 H&M とギャルソンとかって昔やったけど、2012年ぐらいにマルジェラやりましたけど、ユニクロもやればいいじゃんとか僕も思うんですよ。ユニクロ×ギャルソンとかユニクロ×マルジェラとかやったらすげえ胸圧展開なのになって思うけど、それができないのは基本的に彼らはやりたがらないっていうところ、やりたがらないんだけど、例えばマルジェラだったらマルタンマルジェラとか本人、創業者である本人は今契約浮いてるわけだからそこつけるんじゃないかとかね、まあ、そういうことを考えて隙間を見て、オファーしなきゃいけないわけだから、時と場合によってできる年もあるしできない年もあるから、定期的にデザイナーズコラボを差し込んでいくっていうことがユニクロ的にはなかなか難しいのかなというふうには思いますね。さあ最後ですね、 YouTube を見るとザラや H&M、 無印などよりもユニクロ紹介の方が圧倒的に多いんだけど、これはなぜ？やっぱりユニクロはインフルエンサーにお金を配りまくってるのかという話なんですけど、ユニクロの売上高っていうのは、10兆円が目標にしていて、今年で3兆円ぐらいですか。いよいよその折り返し地点の5兆円が見えてきて、まあ、柳井さんも5兆円は見えてきたから、あとは目標の10兆円っていうのは5兆円を倍にすればいいだけだから、今やってることを倍にすればいいだけなので、もう本格的に目標値に、到達できる見込みができてきましたみたいなことをインタビューでもおっしゃってますけど、売上の大半はどこにあるかっていうと、日本の売上よりもすでに今グローバルの売上の方がでかいんですよ。世界におけるユニクロの売上と日本におけるユニクロの売上を比較した時に、世界の売上の方が今でかいのね。だからつまり世界に誇る日本のブランドと言えることができるし、もうその分売上ももちろん莫大ですから、彼らには責任を感じるところがあると思います。まあ日本を代表するブランドと言っても過言ではないですからね。そんな極大な売上を持っている日本を代表する世界的なブランドが PR タグをつけないインフルエンサーにお金を配って宣伝させるなんていうことを、極めてイリーガルなことを果たしてやるでしょうかっていうことを俯瞰的に考えていただきたいんですね。諸外国に習ってですね、日本も最近になってそのインフルエンサーが PR タグをつけないでステルスマーケティングをやるっていうことに対して極めて厳しい法律を施行していますけれども、まあ、世界的に見てもこのステルスマーケティングに対しては非常に厳しい取り締まりが進んでいます。でその中でじゃあユニクロがそのステルスマーケティングっていうものをね、実際にお金をもし配ってるんだとしたら、ステルスマーケティングをこんなに広範囲にかつ日本国内において展開してるわけなんですけれども、果たしてそれをやるメリットがユニクロにあるかというのと、それをするその意味があるのかってちょっと考えてもらえば相当頭悪い人じゃない限りわかると思うんですよね。グローバルの売上の方がでかいのに、日本国内のわざわざちっちゃい売上をインフルエンサーにすごくこうリスキーなことを課してお金を配って PR タグをつけないで宣伝してもらうなんていうことを、わざわざ売上規模もちっちゃい日本の国の中でわざわざ危険を背負ってまで
やるのかって言われると、当たり前ですけどやるわけがないんですよ。そんな危険なことやって、もし PR タグついてないでこれステルスマーケティングじゃないですかってどこかのインフルエンサーが裏切って、ユニクロを裏切って言い出したら、もう世界的なスキャンダルになるわけですよ。そしたらユニクロのブランドイメージは格段に落ちちゃって、売上も落ちていって10兆円の目標なんか達成できなくなる。当たり前だけど絶対やるわけないんですね。絶対にやるわけないです。僕自身ももちろんユニクロからお金をもらったこと一銭たりともないですし、ユニクロの中の人とご飯を食べに行くときも、あの会社はすごくシビアで、ご飯食べに行くとですね、こういうこと言われるんですよ。うちの会社っておごるおごられるみたいなことを基本的には禁止していて、割り勘になっちゃうんですけどいいですかって必ず聞いてくるんですよ。今まで何回も言ってるけど全部割り勘だったんです。すごくないですか。あれだけ大きい企業だからね、シビアに考えてるんですよ、そういうことを。だからできないんですよ、やろうと思って。末端のそのなんかこうね、プレスの人たち、末端って言ったら失礼だけど、ユニクロのプレスの人たちが暴走してお金配って宣伝なんてやったら大目玉ですから、絶対にやらないはずです。僕もやってないですし、もちろんお金ももらってないです。じゃあなんで YouTube とか SNS を見るとこんなにもユニクロレビューが多いのか。だって H&M とか Zara とか無印はそんなに見ないのに、ユニクロだけなんでこんなに見るんですか、説明できますかって言われたら、これ簡単に説明できるんですけど、例えばですね、 YouTuber は当たり前だけど再生回数が取れる方が当然嬉しいわけですね。でそうした時に、じゃあ H&M とか Zara とか使って宣伝してみますとかね、レビューしてみますか、レビューしてみます、無印買ってレビューしてみます、ユニクロ買ってレビューしてみます。そういう時にどれが一番再生回数取れるかっていうと、当然ユニクロなんですよ。なんでかっていうと、 H&M とか Zara の商品を紹介しても、あ、そうか、いいな、H&M、じゃあ来週行ってみようとかって思える人が少ないからなんです。H&M とか Zara とかっていうのは、日本国内の店舗数ってせいぜい100店舗ぐらいだし、そもそもですね、店舗ごとにあの人たちっていうのは展開型数とか展開商品変えているので、まあ、海外のファストファッションって大体そうですね。なので、基本的にどの店に行っても必ず手に入るっていうものがあんまりないんですよね。あんまりないっていうか、まあね、紹介したものが店舗にありませんでしたってなったら、当然その人のチャンネルとかね、参考にならないから見ないだろうし、そもそも H&M とか Zara とかが近くにないっていう人が日本の中では大半なので、その人の動画ってのは伸びにくくなるわけですよね。例えばじゃあ無印だったら店舗数もしっかりあるし、じゃあ無印紹介しないのはなんでかって言われたら、無印っていうのはまあそもそも衣料品の展開をフルラインナップでやってるところっていうのが日本国内でもかなり限られるし、そもそも洋服屋さんだけじゃないじゃないですか。だからどこに行っても必ず同じものが手に入るっていう状況が、ユニクロ以上に整ってるブランドっていうのが存在しないんですよね。ワークマンもそうだし、まあ、GU もそうだし、ユニクロほど店舗数が多くて、ユニクロほど世界中どこに行っても同じものが同じような価格で手に入るっていう状況が整理されてるブランドっていうのが存在しないんですよ。そうするとかなり多くの人が対象になってくれるから、再生回数も上がりやすいから、 YouTube とか SNS ではユニクロがレビュー対象になりやすいっていうだけ。これはユニクロの戦略だとしたら、ユニクロ大したもんですよね。ここまで考えてるとしたら、ただでユニクロは宣伝ができるわけですよ。だってお金何にも配ってないのにインフルエンサーが勝手に紹介してくれる。なんでかっていうと、そういう理由があるから、再生回数が伸びるからっていう理由でやってくれるわけですから、ここまで計算してやってるんだとしたら、ユニクロ大したもんだけど、まあそれはたまたまかもしれません、わかんないですけど、中の人じゃないんでわからないですけど、少なくともユニクロがお金を配って宣伝させてるっていうのは基本的に僕は知らないですね。ユニクロがたまにやるほらライブ配信あるじゃないですか、ライブステーション、あれの出演ギャランティーとかは多分存在すると思いますけど、僕一回ユニクロのユニクロ U の紹介で出演したことありますけど、ギャランティー受け取らなかったです。0円です。僕そこはギャランティー出しますって言ってたんですよ。あれは自社メディアに、オウンドメディアに対する出演なんで、まあそれは多分出演料普通に払うだろうな。まあこれはステルスマーケティングではなくて、オウンドメディアに出てくれるわけですから、そら払うよなって感じなんだけど、僕はユニクロとお仕事してお金をもらうっていうことを基本的に断ってるってみんなに言ってるので、出演料であろうとも誤解を生んでしまうから、もらえませんって言って0円で出演させていただきました。他の人は多分もらってると思いますから、まあ、ここはね多分ね、オウンドメディアの出演だからもらう人もいるでしょうけど、商品紹介する代わりに対価を渡すみたいなことをやってるのは僕が知る限りいないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあ、特殊な例でなんか例えば1人とか2人とかいるかもしれないですけど、まあ PR タグつけないでやってる場合、やってるのは100% ないですね。そんなリスクを背負ってユニクロがやるわけないんで、やるとしてもステルスではなくてちゃんと広告ですっていう風にやってるはずです。はい、というわけで今日はですね、ユニクロに対する素朴な疑問3つ回答させていただきました。ぜひ参考になれば幸いでございます。私
私 YouTube メンバーシップやっております。メンバーシップでは業界の裏話などバンバン話しておりますので、よろしければ概要欄の方からメンバーになるボタンで参加してみてください。今参加すると今まで配信した100本以上の動画が一気に見ることができるので、かなりお得なサービスとなってます。ぜひよろしかったら参加してみてください。それではまたお会いしましょう。あ、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録もお忘れなく。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。